マーメイドル。マーメイドルのマメに頑張るマー、イエーイ。皆さんこんにちは、マーメイドルのシオンです。今回はですね、ただ単に私が足の裏を自分でマッサージしていくという動画になります。じゃあやっていきましょう。これ。英語読めないやこのね、でもこれ結構有名でね、いろんなとこにあると思うのでぜひ探してみてください。じゃあ早速やっていきたいと思います。よいしょ、ドアが見やすい。これが邪魔なんだよね。止まって良い子は真似しないでください。机の上にね、足乗せちゃダメだよ。よいしょ、絆創膏。私でも結構足の裏もんじゃうかもしんない、自分で。ちょっと黒い靴下履いてたからなんか黒い汚れやったらちょっとごめんね。じゃあやっていこう。待って、出すぎた出すぎた、こんな出る、やばい、出すぎた。じゃあ塗って、あ、待って、すごい出た。ちょっと一回拭く一回拭いて、こうやってやるのが好き。ここがね、なんていうの、土踏まず、足つぼで多分最もね、みんなが痛いっていう場所が、こうやってね、するのが好きなんだよね。結構力強く。あとやっぱ足ってね、全部の悪いものがね、やっぱ下に行くから、重心が下だから、ここにね溜まりやすいんですよ。だから定期的にね、こうやってやってあげないと、むくみの原因とか、むくみが取れない原因とかになっちゃったりして、まあ、とにかくね、体の中で一番使ってるのって私足だと思うんですよ。歩いたり立ったりね。だから足の裏は皆さんぜひいたわってあげてください自分の足の裏このね、オイルのいいところは、ね、全く赤が出ないんですよ。赤とか汚れがポロポロ出てこないから、すごいね、なんかやりやすいっていうか、いい感じに、あ、ちょっとザラザラしてきたなみたいなことはなんないから、すごいいいです。これ永遠にやっちゃうよ、これね、ずっとやっちゃう。ちょっと赤くなってきた。わかる。
こうやってこれもいいんだけど、下からここにさ骨あるじゃん、骨っていうか、まあ、ここにはあるんだけど、ここをねグリグリするとコリコリすんだよ、ここら辺。私それ下から上にするといい感じにほぐれます。これがね一番楽で気持ちいいわ。足の裏はあれなんだよね、第二の心臓ってね呼ばれてるんだよね。大事なツボがいっぱいあるらしいけど、私はよくわかんないや。なんか女性だと、私はそんなに履かないんだけど、女性だとさヒール履くじゃん。でヒールの形ってさこうじゃん、つま先の部分がこうなってギュッてなってるから、やっぱねこういう風にギュッてなるらしいよ。でそうなるとなんかその何外反母趾みたいな感じになっちゃうから、こうやってね足をこう足の指をこうやってね広げることも大切。私足の指ねこうやって広げられるんだけど、なんかそういうヒールとか普段履いてる人はあんまりできないらしい。すごいよね。赤ちゃんの足の裏見たことある？なんかね私できないんだけど、足の裏だとするじゃん、こうやって足の指をこうやってねウェーブできるのよ、赤ちゃんだと。だから私にはまだその赤ちゃんの名残がちょっとだけあるのかな。これ永遠にやっちゃうよ。オイルほんと出しすぎた。オイルめっちゃ出しすぎた。なんかいつも私このオイルじゃなくって、なんだろう、ボディークリームをたっぷり塗ってやるんだけど、ボディークリームオイルは分かんない、ボディークリームでやるときはそのボディークリームが乾くまでずっとやってる。ちょっとオイルは乾かないと思うからさ、まあ、ちょっとカピカピになってきたけど、もうオイルだからね。私一回なんか足の裏、足つぼマッサージ行ってみたいんですよね。なんか健康サンダルとか足のなんかつぼ押しの道みたいなのあるじゃないですか。あれ全然平気なんですよね。だから一回本当痛いの行ってみたい。あれ日本は委託してくれないんだよね。海外の足つぼが委託してくれるというか、痛いみたいなことよくね YouTube とかで見るので、
一回行ってみたいな、本場の。どこが本場か分かんないけど本場の足つぼ、痛い足つぼね。でも絶対痛いよね。だってここさギュッとさ、今私自分でやってるからさ、痛いって思ったらこうセーブできるじゃん、あ痛いみたいな。でも他人がやるからさ絶対容赦ないよね。そこ行ってる人は大体痛がりに行ってるからさ、店員さんもそれ分かってやってると思う。ギュッて。足の裏にも層があるのかな。いい感じ。これだとね、腕も疲れないし、ちょうど痛くはないけど、まあ、でも普通の人がやったら多分痛気持ちいいってなるんだよ。私これ全然痛くないんだよね。健康ってこと？これめっちゃ赤くらしてたの、もうやばい赤い。全然痛くないんだよね。なんでだろう。まあ、自分こちょこちょと一緒でさ、自分でやるとさあんまり感覚が、グルもめっちゃ赤い感覚がね分かんなくなっちゃうのかな。という感じで皆さんもぜひこちら使って見ては、これ、まあ、これじゃなくてもボディクリームとかでね気軽にできるので、皆さんぜひたまには自分の足の裏いたわってみてください。バイバーイ。